ディンゴは、オーストラリア大陸とその周辺に生息する、大陸狼の亜種であり、講義でいうところの野犬の一種である。現在、推測されているディンゴの移動ルートディンゴの起源は、オーストロネシア人の拡散に同伴して、オーストラリアに連れて来られた犬と考えられている。その時期は、最終表記終了以降、数千年前と思われる。すでに、オーストラリアに居住していたアボリジニに家畜として、 飼われるようになるとともに、次第に野生化していった。同じ大陸狼の亜種であるイエイヌとは亜種レベルの違いであることから根血ができるため、現在では交雑が進んでリンゴハイブリッドとなり、純血を保っている個体は少ないと言われ、フレーザー島に生息する個体は、オーストラリア東部では最も純血である。東南アジアの在来犬とは遺伝的に非常に近いため、 講義ではこれらもディンゴに含まれる。CL ディンゴには、学名、一般名ともに、複数の故障が与えられており、ディンゴが最も普通に使われる故障である。さらに、オーストラリア大陸においては、ワイルドドッグが使われることもしばしばある。ワイルド、ドッグと呼ばれるときはディンゴのみならず、野犬や野犬との根結種を指す。初めてヨーロッパに紹介されたディンゴのイラスト最初の、 公式な学名は1792年に付けられたガニスアントクッティカスであり、以降、ディンゴの学名は数回にわたり変更されている。家イ犬イの一足として、かつ家イ犬イが狼とは別の種として扱われ、ディンゴの学名ガニスファミリエリスディンゴが50年以上にわたり使い続けられてきたが、現在の分類学ではガニスルーパスディンゴとして、 イエイヌとは別の大陸狼の一足とみなされている。ママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールドの原稿の番においては、イエイヌとして、これらの両足を分類している。その上、狼や犬から別種として、カニス・ディンゴとして分類されたり、カニス・ルーパス・ファミリエリス・ディンゴとして扱い、イエイヌの品種として扱われる場合がある。ディンゴという名称は最も一般的に用いられている言葉である。 この言葉の起源は、ニューサウスウェールズ州へのヨーロッパ人の入植初期にまで、遡り、ポートジャクソン湾のアボリジニの一部族が彼らの飼育していた犬に対して使用していたチンゴに由来するとされる。ディンゴは異なるアボリジニの族により、ジョゴングやマイリグ、またそれと同時に、ディンゴがどのように生活しているかによっても、故障が異なる場合がある。例えばヤリリン族は飼育しているディンゴを、 ウォーラクと呼び、野生のディンゴを、グアーキンと呼んでいる。ディンゴの生息している地域により、オーストラリアのディンゴはしばしば鉱山ディンゴ、砂漠ディンゴ、北部ディンゴ、ケープヨークディンゴや熱帯ディンゴなどと呼ばれることもある。また近年では、オーストラリア犬と呼んだり、カニスルーパスの亜種であることから、オーストラリア狼と呼ぶこともある。頭蓋骨の絵、犬とよく似ている。 体長約103センチメートルで、多くは、高褐色の体毛と垂直に立った耳を持つ。中型から大型犬ほどの大きさで、性質は同毛。オーストラリアの砂漠、草原、温帯林、林園部に生息する。繁殖期には群れを作り生活する。イエーヌとは違って吠えない。繁殖期は年に一度である。一部のディンゴは、アボリジニのキャンプで飼われ。 残飯の処理や抱いて寝ることで毛布代わりに使われていたという固有種であった袋狼とはほぼ同じ体格、植生をしており、オーストラリア大陸ではニッチの上で競合した結果、袋狼が絶滅し、リンゴの生息しないタスマニア島にのみ残っていた。リンゴがニッチの競合で勝ち残った理由として単独で狩りをする袋狼に対し、リンゴは 群れで狩りをするため生存競争に有利であったことによると考えられている。また、タスマニアデビルがオーストラリア大陸で絶滅し、タスマニアにのみ残っていることも、リンゴの影響と考えられている。オーストラリア大陸、ニューギニア、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマーなど、現在の分類学的知見では、大陸狼の一足種とする分類説と、 独立種とする分類説が並立している。かつては、イエイヌを独立種として取り扱い、リンゴをその一野種とみなすなど、非常に多くの学説が存在した。シノニム、編集リンゴのシノニムを示す。太字で示したものは今も支持されている。オーストラリア南東部は、シドニー近郊のリンゴ、リンゴフェンス羊などの家畜を襲う被害が、たびたび報告されている。そのため、 毎年多くのディンゴが駆除され、この行為は環境保護団体から避難されている。オーストラリア南東部にはディンゴフェンスと呼ばれる総延長5 3 2 0トルにも及ぶフェンスが設けられているが、これはディンゴが羊などを襲うという被害が相次ぐため、当地域へのディンゴの進出を阻止するためのものである。また、家畜や農作物だけでなく、近年は 人間が襲われることもあり、食い殺されるなどの被害が過去10年で6件以上報告されている。人間が被害にあった一番有名な例は1980年に巨大岩石ウルル近くのキャンプ場で生後感もない女児、アザリアが行方不明となったというものである。当初は母親が殺害したとして終身刑になったが母親は一貫して無罪を主張した。 この件について30年以上経った2012年6月12日に地元検視当局は被害者の女ジ児ジはディンゴによってさらわれた後に死亡したとの最終結論に至る。この事件では女ジ児ジの母親が1982年に殺人罪として終身刑判決を受けた後に女ジ児ジの着衣がディンゴの生息地において見つかり結果として逆転無罪となっている。ありがとうございます。